まだ使えない。はい、どうも、哲学徒です。今回はですね、稲妻メテオを使った、ウィザードのね、高速周回用の、ビルドをご紹介していこうかなと思います。まあね、基本的な構成は、まあすでにね、タルラシアセットの、ビルド紹介の動画でご紹介してるんで、まあ差分になる部分だけをね、ちょっと今回は、簡単にご紹介していこうかなと思います。まずですね、装備品の方が、まあ少し、普通のタルラ社の組み方と違って、手の方、インジオムですね。これ片手剣で、まあレアアイテムがアップグレードすると出るんですけど、こちらを入れてほしいなと思います。で、エリートモンスターからの群れを倒してから15秒間スキルのクールダウン時間が10秒短縮されるという効果がつくので、まあこれを取ってもらうと。で、ダメージプラス 10% とあと全スキルクールダウンが 10% 乗ってるものがいいかなと思います。結構ね、このビルドは、クールダウンが乗ってた方が便利なんで、まあ、他の部位もね、もし専用で揃えるんだったら、まあ、全スキルクールダウンを、なるべく乗せたものがいいかなと思います。でですね、オフハンドの方に、無限なる深淵のオーブを入れていて、まあ、こちらはですね、エクスプロシブルラストが敵に当たるたびに与えるダメージが 10% 増加し、受けるダメージの減少率が5秒間 20% 増加する。この効果は、4回まで蓄積するというものになりますので、まあ、今回指輪枠の方で、なんだっけ、カリニの五行の方を外してしまってヨルダンの石入れてるんで、まあ、その分の防御力のアップのところを無限なる支援のオーブで、加工しているという感じですね。まあ、火の鳥ウィザードやられた方なんかは結構使い慣れている装備品かなと思うので、こいつを選んでもらうと。で、これ下の方のにつく、今エナジーツイスターのダメージのところに、メテオのダメージ 15% つくので、まあ、理想の構成としてはクリティカルヒット率 10%、あとクリティカルヒット発生時にアーケインパワーを4生成。そして、下のスキルのところに、メテオのダメージプラス 15% がついてるといいかなと思います。で、メインのダメージリソースがですね、稲妻になりますので、まあ、稲妻系スキルダメージで、装備品は揃えてほしいかなと思います。で、今、スクワートの方をね、稲妻系ダメージにしてあるんですけど、まあ、ちょっとオーギルドの方とかまだ作り直してないんで、なっちゃってますけど、基本は全部稲妻系スキルダメージで揃えてもらう。で、あとは、ヨルダンの石に狩りの五行の部分が変わっていて、で、ここもね、稲妻系スキルダメージじゃないといけないんで、稲妻系スキルダメージに揃えるという感じですね。で、まあ、必ずですね、スキルダメージが一つついてくるのと、あと、エリートのモンスターに与えるダメージプラス 30% っていうのも最大でつきますので、これがついているもの。で、まあ、あと一つの特性をクリティカルヒット率に変えるぐらいかなと思います。まあ、大体ね、まあ、装備品としては、違うところはこんな感じなんですけど、スキルの方も少し変わってて、ファミリア、火打ちの、重木は同じなんですけども、ダイヤモンドスキン、プリズムですね。こちら、まあ、発動中、自分のライフの 40% 分のダメージを吸収するという効果と、あとですね、ルーンの方のプリズム入れることで、アーケインパワー消費量が9、減少するようになりますので、まあ、こちらを入れてもらおうと。で、メテオの方は、今回は、稲妻の星ですね。メテオが落下するまでの時差がなくなる。またダメージ属性が稲妻になると。で、ここのところが、アイスアーマーの方に変わってて、通常のアーケイン型だとストームアーマー使ってると思うんですけど、アイスアーマーの凍える嵐ですね。
自分の周囲に、氷の、嵐を発生させ、1秒ごとに武器ダメージの 80% の霊気ダメージを与えると。これで霊気ダメージを生み出して、メテオの方を稲妻に変えるというような、仕組みになっていると。で、テレポートの方ですね、旅の安全の方にしてます。ここはまあ、そうですね、ワームホールあたりでもいいかなと思うんですけど、これか。ワームホール。最初にテレポートした地点から3秒以内であれば、もう一回テレポートできる。まあ、このあたりを入れてもいいかなっていう気がしますね。まあ、あとはそうかな。カラミティあたりでもいいかもしれない。で、エクスプロシブブラストの、連鎖反応ですね。こちら無限なる深淵のオーブを、つけているので、まあ、通常のね、エクスプロシブブラストだと1回しか爆発が発生しないんですけど、連鎖反応にすると3回連続で発生するようになるので、まあ、これを入れてあげることで、まあ、無限なる深淵のオーブの、ダメージアップと、防御力アップの効果を保ちやすくしているという感じですね。で、パッシブスキルの方は危険領域、属性連鎖、精神の渇き、守護者の高揚あたりを入れているっていう感じですね。で、まあ、課題枠はね、変化がなくて、グランドベジェール、メテオのアーケインパワー消費量が50減少し、ダメージが 400% 増加すると、あと、オーマガ時の綿棒ですね。で、あと、オーケーの移行の指輪を入れてもらうという感じですね。従者の方はエンチャントレスさんにしていて、まあ、スキルの方ね、テンポラルパルス、プロメティックハーモニー、崩壊、で、まあ、やっぱりね、防御力下がっちゃうんで、まあ、死んでしまうといけないんで、フェイトラプスの方を入れてるという形になります。はい。まあ、じゃあちょっと NR 行きながらね、どんな感じか見てもらおうかなと思います。まあ、ちなみに T16 のね、ネファリムリフトですね。で、入ったら、アイスアーマー、ファミリアを発動させて、あとは、メテオ。エクスプロシブブラストと、ダイヤモンドスキンは押しっぱなしって感じですね。はい、こんな感じで。ガンガンと。まあ、稲妻のね、メテオはタイムラグなく落ちてくるんで、まあ、金名詞集めとかそういうところで使うのは結構いいかなって感じのビルドになりますね。正直ちょっと使ってみた感じ、CS 機はね、火の鳥ウィザードがあるので、まあそっちの方が、レベル上げの周回っていう意味では効率的かなという気がしますね。総合的なダメージでね。ただ、まあちょっとね、金名詞が足りないとかで、他のビルド作ってないっていう方だったら、まあ、火の鳥で回るよりも早く回せると思うんで、じゃないかなと思います。こんな感じで瞬間的に敵を倒せる。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、ちょっと機動力に難のあった、まあ、タルラ社のね、セットの難点をね、解決してくれているビルドになりますので、まあ、特にですね、装備品揃えるときとか、結構ね、カダラさんのガチャとかもたくさん回さないといけないと思いますので、まあ、GR100 とかね、そういうところを高速周回するのにも、便利かなと思いますので、まあ、タルラ社セットすでにやられている方はね、インジオムと、あと無限なる深淵のオーブ、だけを、まあ、揃えれば、あと、あれですか、ヨルダンの石だけあればね、作れますので、暇な時にちょっと作ってみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。
哲学とでした。